はいどうもフランケンジです。今回はですね、前の通販のサンキューカードに印刷してる絵の絵プラス、来週末にの土日に横浜のである横浜のね、なんつったっけ、会場忘れた、横浜でやる横浜ハンドメイドマルシェっていうイベントがあるんですけど、それに出展するので、それに持ってく用の絵のメイキング動画になってます。はい。で今回はね、久しぶりにちゃんとこのメイキングのこの絵について話しながらやっていきたいと思います。はい、久しぶりに健全な動画ですね。つうわけで今コピックのクールグレイだっけな、で主線を入れて、でそれが終わったら陰影をこう細かいディテールをこう書き込んでいくみたいなことをしてます。はい、いや久しぶりですね。あ、でね、俺が大好きなのはね、この耳と前足、後ろ足、ちょっと出てる、後ろ側になるところを、明暗をメリハリつけるのが俺結構好きで、この子は、ね、この子もやってます。この耳、前の方に出てる耳と、右手と右足。この今ちょうど線描いてるところですね。これをちょうどね、メリハリつけてこうやるのがね、俺結構好きで、やってます。はい。で、コピックでね、こうディテールをこう入れてって、まあこれだとね、水彩でほぼほぼ潰れるんですけど、でこれで陰影を入れていきます。はい。でウィンザーイエローを最初に入れて、で次に何つったっけ、この子何つったっけ、なんか、ね、水色っぽいやつ、フタロターコイズライトだを入れて、で次にウィンザーオレンジで、その次に最後に最後ね、インディゴを入れて、でまあ、この間にほっぺたとかね、その赤らんでる部分をね、ライトレッドっていう色を入れて、まあ、大体の色合いをこう作っちゃいます、そこで。はい。全部ね、ウィンズ&ニュートンさんの絵の具ですね。はい。結構ね、これ入れちゃえば、もうあとね、上から色を塗るだけで、特に立体感とか考えずに入れるだけで、大体それっぽい形になるんで、なんか進んでる感っていいじゃないですか。積んで、俺大体いつもこの前段階で陰影を入れちゃいます。友人の書き方を参考にさせていただいたんですけども、いやこれめっちゃくちゃいいです。はい。で表情もね、結構ね、関係ない色を入れることによって、なんか色がね、マンネリ化しない、のっぺりしないというか、俺ね、なんか例えば象だったら、象色の肌色だけで陰影を作るのが俺あんま好きじゃなくて、できればね、いろんな色を忍ばせたいみたいなところもあるんですよ。まあ後でね、まあ、若干その本体の色を塗っていくときに、そういう場面があったら、これだって言いますね。はい。というわけで、これインジゴですね。最後、キリッと。このインジゴをね、入れるのがたまんない。そのさっき言った後ろ足とか耳の裏側とかのところにインジゴをね、がっつり入れるのが好きですね。これ後でね、仕上げの段階でまたさらに入れてるんですけど、気持ちいいんですよね。で、これライトレッド。今回ちょっとライトレッドはそんなに使わなかったんですが、その分他のところでね、赤色を補ってます。うん、そういう塗り方ですね。で、これがゾウさんはね、いつも塗るときは、ラベンダーっていう色で、これがね、確かターナーさんだったじゃないかな。どこの絵の具だか忘れちゃったんだけど、これはね、ウィンザー&ニュートンさんじゃないですね。確かウィンザー&ニュートンさんので、この、感じの色出る色がね、当時見つけ、今あんのかな、わかんないけど、あんま見つからなかったんで、これで色塗ってます。はい。でまあなんかそのラベンダーが結構思った以上に強すぎたんで、水でこうぼかしながら背景のね、色をこう残しながら、きつい色の陰影の濃い部分にだけこうついり入れるようなスタイルで塗ってってます。はい。もうほぼほら、膝のところとか下の色、ほぼ下の色でしょ。うん。そういう感じで、で、全体描き終わったら、細かい色を塗ってるんですけど、このね、色に困ってね、1日かかっちゃったんですよ、色考えるのに。結局、いい案がなくて、全部赤系統でまとめたんですけど、うん。大体ね、その色に困った時は、iPad で写メをパシャって撮って、iPad 上のアプリでこう、上に書き込んで、この色にしようかみたいな決めてるんですけど、もうね、全然決まんなくってね、寝かせに寝かせて、ちょっと通販の準備がだいぶ遅れちゃいましたね。申し訳ないです。うん。という
う感じで、そうあのね、いろいろ考えてる時もあるんですけど、あの仕上げる前に、あ、作品取り掛かる前に、あの大体俺考えてないんですよ。なんとかなんだろうと思ってこうやってると、こういうことになる。あ、でこれインジゴ入れてるでしょ、がっつり。うん、これがね気持ちいいんです。でこうするとなんかその体の表情にもメリハリがついて、俺は結構コントラストに差がついて好きなんですよね。はい、これはあれ尻尾やね。うん、でね、ほっぺたまたさらにちょっと赤みを足して、まあ、これさらに最終的に色鉛筆も入れるのでだいぶ変わってくるんですけども、で帽子の部分、うん、このボールがね悩んだんだよね。めっちゃ悩んでるでしょこれ。これずっと悩んでる時間や、これ何もしてない時間。これ下の方にね結構いろんな色試して結局これになったんですけど、うん、これで決まりました。はい、で白ペン、あのこれはあの何つったっけ、シグノの太字のホワイトを使ってます。ゲルインクのやつですね。はい、でこのね点々で光沢書いていくことでまたねちょっとあのポイントになって僕は結構気に入ってます。うん、この明るい部分の黄色いところにねこれを忍ばせていくのがね結構俺的に好き。特に俺塗りが汚いんで、ここら辺でね補正していくと、あのだいぶあのアウトラインがね、あの塗り汚かった部分がちゃんとあの整ってくるんで、俺この作業は必須なんですよね。うん、でこう白点々入れて、なんかこの模様みたいなの欲しかったからね入れたんです、これ気分で。で、あのこれもゲルインクのシグノの、これは極細かな、極細と超極細を使ってます。これは極細ですね。で、あの際あのさらにあの線にコントラストをつけてます。あの最初のはクールグレーってグレー系の色なんで、これはだいぶもう黒に近いブラウンなんですけど、ブラウンブラックっていう色だったかな。なんであのもっとねあのキレをこう出していくみたいな感じで、あのさらに陰影の濃い部分を整えつつ、そういう感じでやってますね。はい、これでだいぶあの僕の絵のフォルムがまとまってくる感じですね。うん、でね、あんまこれ入れすぎると、最初のクールグレーでやった意味がなくなっちゃうんで、本当あの影の際とかポイントのとこだけこれを入れてます。うん、あとね、点々点々みたいな感じでやるとね、結構表情になるんで、それも最近よくやってますね。はい、あんまこれだと分かりづらいかな。でこれあの大体アウトラインがまとまって細かいディテールを入れたいときに超極細でこうサササッと入れてます。最後の、ね、多分完成画像みたいなところ見ると分かってくると思うんですけど、でこれ色鉛筆で上からあの描きます。ほっぺたとかはね結構入れるとがっつり印象変わってくるんで、うん、で赤と白と黄色とあの青最初のあの陰影入れたような感じで感覚でこう明るいところに黄色これまで入れたりとかしてやってます。はい、このね青がね入れるの結構好きなんですよね最終的に。うん、今回はね結構あの象青系の動物なんでそこまでメリハリが生まれないんですけど、普段の暖色系の動物描くときはね、ここの青を入れるとね結構ね陰影に表情がついて僕は気に入ってますこの表現を。はい、で何やったっけ、うん、でねこれ録画してないんだけどね、あのピンクとかを紫を若干象の肌に入れてます。あと最終的に確か録画してなかったと思う。だからね、そうするとあの肌の表情があの出てくるんで、さっき多分ちらっと言ったと思うんですけど、でこれ最終的に背景になんかこの なんだっけこの色グリーンゴールドかを入れてます。なんとなくイメージに合うんじゃないかと思って、かつこの赤青で緑が不足してたので若干その緑系の色を入れました。まあ緑っつうか黄緑っつうかほぼ黄色な感じなんですけど、まあ結構最終的に僕は気に入ってますこの色をでこれがね結構塗り汚いんで最終的に色鉛筆とかあの白ペンとかでまた補正してるんですけど、そこはねちょっと地味な作業なんで録画はしてないです。うん、だからね仕上げのほんと最後の最後のところはねちょっと録画すると集中力があの乱れるんで録画してないんですよねいつも。うん、なので
ちょっと録画するとせかされちゃう部分があるんで、そういう風にしてます。ということで、ぼちぼち完成ですね。この仕上がりのところにまたキリッと気上がる、切り替わるところをね、見て楽しんでいただければと思います。つーわけで、ぼちぼち完成かな。たまにはこういうのもいいですね。わけで、はい、完成です。じゃあ今回もご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録、コメント、高評価の方もぜひよろしくお願いします。ではでは。